くるみさん、そろそろ地下室に行きますわよ。みゆうさんとみいこさんも準備はできていますわ。うわぁ、待って待って、いやぁ、慌てなくても大丈夫ですわよ。って、なんですのこれ、人形やらクラッカーやら。これ、くるみちゃんのいたずらセットなの。みいこちゃん、しー、くるみさん、必要のないものは学校に持ってこないようにとあれだけ言いましたのに。いやー、みゆうちゃん助けて。みゆうさんの後ろに隠れても無駄ですわよ。こちらはすべてシスターに没収してもらいます。それは嫌。ハルノ？なんでもないよ。あ、くるみさん、隠さないでください。それよりハルノちゃんはどうしたの？わざわざ教室まで来るなんて。何か急ぎの用事？ミーコたちにお願い？初等部でライブ？まさかまたこうやって初等部に来ることになるなんて思わなかったね。はい、しかもライブをしてほしいなんて。はるのちゃん、お出迎えありがとうなの。そっちの子は？のファン。ありがとう。あなたは図書委員なのですね。私もですわ。図書室。懐かしい。こちらこそよろしくお願いいたします。思ったより早く終わっちゃったね。春乃ちゃんたちが何をするのかとかちゃんと決めてくれてたから話し合いもスムーズだったの。そうだね。この後どうしようか。まっすぐ帰る？それとも一旦地下室にでも。あ、ではもしよろしければなのですが、図書室に寄ってもよろしいですか？図書室？書等部の？はい、私よく書等部の図書室に通っていたのですが、なんだか懐かしくなってきて少し覗いていきたいなと。よろしいでしょうか？春乃ったら。ではせっかくなのでお願いいたします。春乃ちゃんって昔から本読むの好きだったよね。そうだっけ？うん、初等部の時とかこんな分厚い図鑑だったり百科事典読んでたもん。しかも1年生の時から。よくそんなこと覚えていますわね。だから春菜ちゃんは物知りなんだね。そんな、ありがとうございます。では行きましょうか。違い探ししてた本なの。本当だ、まだあったんだね。二人とも図書室だから静かにしないと。って、あれ？春菜ちゃんは？懐かしいですわ。ここの棚の方は
確か制覇したはず。この百科事典。そうですわ、この百科事典のシリーズ最終巻だけずっと借りられていて読めなかったのです。珍しい百科事典だったから他で見かけることもなく、せっかくですわ、数年越しに最終巻を。あら、最終巻がない。あ、春菜ちゃん見つけた。わあ、ここ図鑑とか百科事典とかばっかりなの。この棚のところにいるの、なんだか春菜ちゃんらしいよね。それで何か面白い本あった？昔読んでいた百科事典を見つけたのですが。ですがってことは何か気になることがあったの？このシリーズの最終巻なのですが、当時ずっと誰かに限られていて読めなかったのです。そしてそれが今も見当たらなくて。たまたまにしてはなんだか不思議なの。そうだね。じゃあ春乃ちゃんのお友達に聞いてみようよ。この最終巻いつ戻ってきますかって。ねえねえ、この百科事典のシリーズの最終巻なんだけど。ずっと借りられたままですか？しかも私たちが初等部にいる頃から？ミーコたちが初等部にいる頃からってことはもう 3,4 年もないってことなの？この百科事典を読んでいたのは1年生の頃なので、それよりももっとですわ。借りたものを返さないなんてひどいね。だから他の図書館などにもなかったのですね。もしよかったらその最終巻を最後に借りた人の名前を教えてもらうことはできるかな？みゆちゃんどうしてなの？私たちが通ってる頃だったら知ってる人かもしれないなって思って。同級生だったら今もアリス川学院に通ってる子かもしれないし。どうしたの？知ってる人だった？白鳥くるみってくるみさん？私？くるみさん、もう絶版になっている大切な本なのですよ。早く返してください。ちょっと待ってよ。そんなこと言われても私覚えてな。あれ、くるみちゃん？ちょっと待ってて。お待ちなさい、くるみさん。置いてかないでなの。教えてくれてありがとう。どういうことか私たち調べてくるね。だから先に帰っても大丈夫だよ。確かこの辺りに。くるみさん、何をしていらっしゃるのですか？百科事典をどけて。棚の奥に何かあるの？あった！紙？音符が書かれていますが、くるみさん、これは一体何ですの？私、はるなちゃんに見つけてもらおうと思って。この紙を、ですか？まさか百科事典の最終巻をですか？うん。もしかしてくるみちゃん、百科事典をどこかに隠しちゃったの？図書室のものだからそれはダメだよ。今からでも返そうね。私もそうしたいんだけど、隠した場所が思い出せなくて。この紙は百科事典を隠した場所が書かれてるの？そう、私この紙も百科事典ももう春菜ちゃんが見つけてくれたと思ってたんだよ。いたずら成功したんだって。でも棚の奥に入れすぎて
ずっとここにあったみたい。私もそんないたずらを仕掛けられた記憶はありませんが。あれ？おかしいな。初めてのいたずらでそれが成功したって覚えてるのに。とりあえずその紙に書かれた場所に行って百科事典を探そう。そうですわ。私のように最終巻を読めなくて悲しんでいる方がいらっしゃるかもしれません。音符のマークだから音楽室のことかも。きっとそうに違いありませんわ。さあ行きますわよ。音楽室に来たのはいいけど、一体どこに隠してあるんだろう。くるみちゃん覚えてる？ううん、あ、でもここに本はないと思う。いろんなところに紙を隠したことはぼんやりと覚えてるから。つまり一筋縄ではいかないということですわね。くるみさん、先ほどの紙をもう一度見させていただいても構いませんか？うん。白と黒の音符のマーク。音楽室ってこと以外わからないの。ひとまず紙を隠せそうなところをいろいろ探していく。その必要はありませんわ。え？はるなちゃん、どこに隠してあるかわかったの？はい、音符は白と黒が2つ。つまりこれは鍵盤をピアノを指しているに違いありません。ということは蓋の裏とかに違いないの。えい。蓋の裏にはないね。あれ？じゃあピアノの本体に貼り付けてあるかも。ピアノの蓋や側面は分かりやすいですし、紙も貼りやすそうですが、逆に言えばすぐに誰かが見つけて剥がしてしまう可能性があります。特にピアノは定期的に調律もされているでしょうし、何かあればすぐに気づかれてしまうと思います。じゃあもうないかもしれないってこと？もしくはもっと見つけづらい場所に隠してある可能性ですが、小学生、しかも1年生となればピアノの中など極端なところには隠さないと考えられます。つまり普段は見ないけれど単純な場所、例えば。はるなちゃん、ピアノの下に潜っちゃったの。はるなちゃん、あった？ええ、ありましたわ。はるなちゃん、すごい。ピアノの裏か椅子の裏だろうと踏んでいましたが、やはりピアノの裏に貼り付けてありました。確かにここだったら普段は見ないから誰かに捨てられる心配はないの。さすがはるなちゃん、伊達にいたずらされてないね。当然です。ってくるみさん、張本人のあなたに言われたくありませんわ。そもそもあなたが思い出してくだされば、こんなことせずとも簡単に百科事典を見つけられますのに。だって思い出せないんだもん。まあ、くるみちゃんが思い出せるまでこうやってみんなで探していこう。はるなちゃん、次はどこに行けばいいのかな？次は。ありましたわ。次の場所は。次はどこかな。あ、みんなあったの。椅子の下に貼られてたの。よかった、見つかって。しかし教室や廊下はともかく、礼拝堂にまで髪を隠すなんて、悪事の女神像は許しませんわよ。女神像様は優しいから許してくれるもん、きっと。それにしても小学生がよくここまで手の込んだことを。くるみさん、そろそろ百科事典をどこに隠したか思い出したりしませんか？全然。どうしてこんないたずらをしたのか理由も思い出せないし、だから場所もわかんない。
特に理由などないのでは？いつものように。そんなことないもん。私のいたずらはみんなを楽しませたりびっくりさせたりするためだもん。じゃあこれも春乃ちゃんをびっくりさせるためなの？多分。でもこの時って私春乃ちゃんとそんなに仲良くなかったよね。この時と言われてもいつのことなのか分かりませんわ。でも本当になんで私こんないたずらしたんだろう。それになんでこのいたずらを成功したって思ってたんだろう。みーこちゃん、紙には次何が書かれてるのかな。次はどんな謎々だろう。みゆうちゃんなんだか楽しそうなの。実はちょっとだけ大事な百科事典を探しているんですわよ。楽しんでいる場合じゃありませんわ。でもでも宝探しみたいでみーこもワクワクするの。くるみちゃんのいたずらはみんなをドキドキワクワクさせてくれてすごいの。あ、それで紙なの。ZZZ?ZZZ って何かな。 Z から始まる場所でしょうか。しかしなぜあえて3つ ?3 つ Z がつくようなところ。 ZZZ ズズズズー。あ、もしかしてミーコさん解けたのですか。なの、みんなミーコについてきてほしいの。わかりましたわ。思い出せない。ぐるみさん、次の場所へ行きますわよ。え、あ、待ってよ。着いたの。保健室も懐かしいね。転んで怪我した私をミーコちゃんやはるなちゃんが連れてきてくれたことあったよね。ありましたわね。あれは1年生の頃でしたか。 ZZZ は保健室のこと？なの。きっと紙の隠し場所はここなの。ベッド？よいしょよいしょ。やっぱりなの。ベッドの下にあったの。もしや ZZZ はいびきのことですか。はるなちゃん大正解なの。寝るといえば保健室のベッドくらいしかないの。みーこちゃんすごいすごい。隠した張本人が感心しないでください。それじゃ髪を開くの。えい。あ、月で最後だって書いてある。ヒントはパオーン？パオーン？学校中歩き回ってみたけどパオーンみたいなところ見つからないね。パオーンというと動物の像くらいしか浮かばないのですが。ゾウさんの絵画も見当たらないし、このままだと迷宮入りなの。他の意味があるのかな。しかし小学生の考える問題ですわ。そこまで難しいものではないと思うのですが。あ、ここの廊下ミーコちゃんとぶつかったところだ。本当なの。それであっちの教室に隠れたの。懐かしいね。なの。あ、ここの廊下はるなちゃんを驚かせて怒られたところだ。可愛いからという理由で小さく切った折り紙をばらまいて掃除させられたことも忘れていませんわよ。でもでも私も一緒に片付けたもん。当然です。中庭のあそこには落とし穴掘ったっけ。引っかかった私を笑ったこと一生忘れませんわよ。一生なんて大げさだよ。
こうやっていろいろなところを見ていると、くるみさんのいたずらばかりが思い返されてしまいますわ。まったく、あなたのやることは今も昔も変わっていませんわね。えへへ。あ、でもほら、さすがに礼拝堂でいたずらしなかったでしょ。しましたわ。女神像様の見てる前で。女神像。はあ、なんですの、いきなり大声を出して。そうだよ、春菜ちゃん、みゆちゃん、みいこちゃん。象。象といえば女神像。また戻ってきちゃったね。同じところには隠さないだろうという心理を利用したものだったのかもしれませんね。そんなに難しいことは考えてなくて、百科事典を隠す場所がなかっただけかも。とりあえず百科事典を探すの。椅子の下にはなかったから、隠すならそれ以外。むしろ女神像を名指ししているようなものなので、その近くにあると思われますわ。単純に足元では掃除をしに来たシスターたちに見つかっていてもおかしくありません。ということは、パッと見てはわからないような、例えば裏のこの辺り。やはりですわ。皆さん、百科事典がありましたわ。やったー、なの。見つかってよかったね。はい、やっと見つかって安心しましたわ。本当にくるみさんたら。あら、百科事典の間から紙が出てきた。もしかしてまだ何か探さなきゃいけないのかな。まだ終わりじゃないんですの。一体何。え、春菜ちゃん、どうしたの？何が書かれてるの？春菜ちゃんとお友達になりたい？くるみさん、これは一体。ああ、思い出した！春菜ちゃん、バイバイなの！あれ、みいこちゃん、春日さんと仲良しなの？うん、春菜ちゃんはね、いっぱいいろんなことを知っててすごいの。そうなんだ。春日さん、いつも難しそうな本読んでる。すごいな。私もみいこちゃんみたいに春日さんとお話ししたいな。次に春日さんが借りる本に、こうやってお友達になりたいって紙を挟んで。でもこれじゃ面白くないかな。もっとびっくりさせた方がいいのかも。そうだ、それなら宝探しみたいにすれば。ってことがあったんだ。それで。それで隠したんですの？こんな大掛かりに。だって普通じゃ面白くないかなって思って。面白い面白くないの話じゃありませんわ。しかもそんな理由。お友達になりたいなんて。春菜ちゃん、真っ赤っかなの。みいこさん、くるみさんだってもっと他にやりようがあったでしょ。だって思いつかなくて。あれ、どうしたの、くるみちゃん。この本も手紙も今までずっとここにあって、春菜ちゃん知らなかったんだよね。ええ、そうですわ。私、春菜ちゃんがこれを見て私とお友達になってくれたって思ってたんだけど。いえ、それは違いますわ。私とくるみさんが仲良くなったきっかけは。じゃった。くるみちゃん大丈夫？み
ミーコ、シスター呼んでくるの。ちょっと待ってて。あ、ミーコちゃん。痛いよ。白鳥さん、大丈夫ですか？春日さん、怪我をした場合はバイ菌が入らないよう傷口を水道の水できれいにするのですわ。さあ、行きましょう。カラメちゃん、シスター呼んできたの。あ、ハルナちゃん。傷口は水道の水できれいにしましたわ。あとは保健室で消毒してもらいましょう。うん、春日さん、ありがとう。と、みんなでくるみさんを保健室に連れて行って、確かこれが私とくるみさんが仲良くなったきっかけの出来事だったはずですわ。え、でもそれってこの手紙を見て話しかけてくれたってことじゃ。怪我をした人を見かけたら助けるのは当然ですわ。じゃあこの手紙は関係ないってこと？はい、関係ありません。わ、私きっとはるなちゃんがこの手紙を見てお友達になりに来てくれたんだって思ったんだ。だからいたずらも成功したって思って、それでそのままずっと忘れちゃって。ただのいたずらじゃなかったんだね。理由は分かりましたが、学校の備品を隠したのはいけないことですわ。早く返しに行きますわよ。うん、それは分かってる。でもそっか、はるなちゃん知らなかったんだ。じゃあはるなちゃん。はい、何ですか？改めて私とお友達になってくれる？そんなのもうとっくの昔にお友達ですわ。そうでしょ？そっか、そうだよね。だからといって私が楽しみにしていた百科事典を隠していたことは許せませんわ。キャー、ごめんなさい、許して。小学生の可愛いいたずらだから。それとこれとは話が別です。お待ちなさい。だいたい直接言ってくださればよかったのではありませんか？だってなんだか恥ずかしくって。いつもの二人だね。ミーコ、いつものくるみちゃんとはるなちゃんが大好きなの。うん、私も。Da-d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 a